はとても自由で快適、そして綺麗な海が広がり、魚影が濃い場所です。今日はここ、横須賀随志空き家海岸をご紹介いたします。はい、皆さんこんにちは、まったり感触ことかなでです。今回の、立石空き家海岸は横浜中心部からは、高速を使って45分ぐらいで、着ける場所です。場所的には、津吉新道を降りて県道217号を進み、湘南国際村を抜けて134海岸へとたどり着きます。そこから150メートルぐらい走ると、立石公園、そして、県営立石公園駐車場が広がります。この辺りでは珍しく駐車場の台数もそこそこ、そして、設備が水場トイレともに綺麗で広さもあります。そして何よりここは、無料というところが大きなポイントだと思います。今回は、サップ、釣り、そして海キャンプという内容でのご紹介ですが、その場合に便利なコンビニエンスストアも近くにあります。海岸からすぐ歩ける場所にあるのはなかなか珍しいかもしれません。駐車場の葉山側、そちらの方には、このように岩場が広がっており、ここはちょっとした釣りのスポットになってます。ここはクロダイが狙えるポイントのようです。その間の磯の部分は、割と遠浅の穏やかなエリアなので、ご家族で磯遊びをされている方も多数いらっしゃいます。なお、この梵天の花の周囲は水深がいきなり2メーター、3メーター、4メーターと深くなりますので、落水、ぜひご注意ください。それではまずは、仲間ほっこり船長と出航した時の様子、駐車場から30メーターほどの場所から出廷するところから始めていきたいと思います。このようにここの海岸も潮の満ち引きによって割と浅くなったり割とすぐに深くなったりもします。ここは、相模湾からのうねりや波が入らなければ割と穏やかなところで、太平洋側からの影響は
この、割と小規模な漁港ですが、空き家漁港の防波堤によってある程度カバーされています。特にこの漁港側から内側のエリアはとても穏やかで、古い桟橋、昔の生けすなど古いストラクチャーが点々としており、ちょっとした探検気分で楽しむこともできます。例年ですと、この先は海水浴場となり、ブイが浮いている場所になります。その場合は、サップ、カヤックなどは侵入できません。ちょっと南寄りの風が吹いたり、太平洋からの波がある場合は、漁港側の方でしたら、だいぶ穏やかです。対して、梵天の花の方、立石の裏側の海岸の様子です。そして、割と簡単に楽しめるサップでの次の場所として、このポールのあたりが挙げられます。駐車場から120メーターぐらいにあるこのポール、ここは下が岩礁になっており、根が広がり、そして様々な魚、魚種が集まるところです。ちょっとカワハギに似てる毒魚がよく釣れましたが、それ以外にもベラがよく釣れたり、同行したほっこり船長はフグ、そしてカサゴを釣り上げていました。ここは魚探などがなくても、初めての方でも、釣りやすい場所かもしれません。ただ、この場所は下にある地形の複雑さから沖合から波が寄せた場合には、ここは波が立ち上がるポイントになりますので、その場合はなるべく早めに離れましょう。この漁港の防波堤のあたりは、そこそこ有名な釣り場で、青物から、クロダイ、時にはアオリイカなどの様々な魚種が、釣れる場所でもあります。そしてローカルなお祭りが好きな私は、ここでもお祭りに出会うことができました。ここではみこしを確か男性用、女性用、そして子供用などで海を渡す。特に男性用のは沖合の空き家港の防波堤から飛び降りてご神木を運ぶワイルドで有名なお祭りがあります。さて、そんな海岸、日差しを防ぐためのサンシェードなどはもちろんですが、7、8月のシーズンを除いては、駐車場が24時間空いており、ここでは、キャンプも楽しむことができます。このように日差しを防ぐ場所のない海岸では、サンシェード、そしてテントなどが、とても助かります。そして24時間駐車場が空いているということは、
もちろん夕日もゆっくり楽しみます。サップの皆さんもぜひここでの夕日をご覧になってください。特に、夕日と立石の岩のあたりは、カメラマンの方が集まるぐらい有名なスポットです。日が沈んでからはキャンプ、そして料理の時間。今回は牛、豚、チーカマ、そしてスライスした、マダコなども桜のチップを使って、燻製にしてみました。余談ですが、燻製にしている間、私は制作したステンドグラスのキャンドルなどの耐風テスト、どの程度火が持つのかテストなんかをやってみたりしてます。静かな夜が過ぎていき、星空が広がり、特に夜も遅い時間になりますと周りの明かりが少ないので、ここは星空がきれいに見える場所です。ここではテントの中でコーヒーを飲みながらゆっくりと。さて、そんな静かな夜が明けていき、一日が始まります。昨晩いぶした燻製が出来上がりました。粗熱が取れて水分が飛び、味が凝縮されたはずです。このように立石秋葉海岸ではほぼ300メートルの範囲内に磯場、釣りの防波堤、キャンプができる海岸、そして充実した設備などが整い、ご家族の方でも楽しんでいただける場所だと思います。今回はそんな立石秋葉海岸をご紹介しました。それではまた皆さん次回の海でお会いしましょう。